皆さんはインスタなどの SNS で有名人に DM やコメントをできますか？私は自分の好きな YouTuber や芸能人に応援メッセージやこのコンテンツのここが好きでしたみたいな感想を躊躇なく送るタイプなのですが、友人からするとそんなことする人本当にいるんだという感じみたいですSNS 上のコミュニケーションには賛否両論あることは分かっていますが、大好きな人に好きです応援してますと直接届けられるのはファンとしてはとても楽しく嬉しいなと思います。皆さんは今の活動を始めてからは変わったかもしれませんが、以前はどうだったかなどお聞かせいただければ嬉しいですということで、はい、した。ありがとうございます。いや、これなんかすごく面白いなって思って、私コメントとかも全然しないです。私は俺も人生で一回もしたことない。コメントも DM もかも数えられるぐらいかも。なんか面白かったみたいなとかさ、なんか言うみたいなのは、まあ、自分のねチャンネルではさ、まあ、言っていろいろ配信してるけどさ、他の人のコンテンツで表現するみたいなのは全然やらないな。なんか俺もそのこれ今みたいなやつをやり始めてから、なんか例えばその自分たちのコンテンツをなんか他の人がなんか話題に出してくれたとか、でそれになんかそれにありがとうございますみたいなのはあるけど、なんかその人のなんか投稿とか例えば動画とかに対してコメントみたいなのはしたことはないかなって思った。みんなじゃやる派だよね。そうね、するね。ただそんななんかよっぽどじゃないとしないよ、コメントは。よっぽどいいなと思って。どんぐらいの割合、例えば直近100本見たとしたらコメントは何回起きるぐらい？まあ5ないぐらいかな。それってどうなの？それってしない方なんかな、する方なのかな。いやー、どうだろうね。だからする方ではないと思う。そのなんか積極的になんかその応援するみたいなさ、たくさんコメントしてくれるする人っているじゃん。そういう人と比べるとコメントする方ではないとは思うけど、でもいいと思ったらするね。それ相当にめっちゃいいって思った時、動かされる時にやるみたいな。そうだね。なんかさ、今自分でこういう活動してるとさ、やっぱ嬉しいじゃん。それはわかるけど、例えばめっちゃ面白いなって思って、別にめっちゃ面白いなと思っただけで終わっちゃうっていうか、それでコメントするっていう発想があんまりその時出ないんだよな。こういうさ、ライブ配信の方がコメントはしやすくない？あ、そうだね。その動画よりも。どっちかというとしやすい。その場にこの何いる感じの時の方がしやすいと思うね。面白いコメントとかでも読むんですけどね。ああ、でもそれはわかる。TikTok とかで、コメントが面白かったりするんだよね、なんか。それは、こうエンジョイするかな。俺らもともとさ、ニコニコをさ昔やってたじゃん、でそのニコニコって結構そのコメントで面白くするみたいな文化があるから、コメントを見るのはめっちゃ好きなの。配信者の人が何か言ってそれに突っ込んでるみたいなのを見るのはすごい好き。なんか見るのは好きなんだよな。コメントも視聴者として見てるんだよな。そうか、俺あんまコメント見ないからかも。じゃあ、なんか、もうこのここの話っていうかな。俺そのよく見る配信者の人のコメント欄の人とかも覚えてるもん、あ、また何々さんだみたいな、また面白いこと言ってるみたいなとか、そのぐらいなんかこう見てる側感がすごい。自分コメントする人配信者みたいな、そんな感じの感覚がすごいあると思う。この前さ、インスタライブしてる人にさ、メッセージ送ったのよ。いわゆるコメントみたいな、それ読んでくれてさ、嬉しいね、なんか。そう、嬉しいと思う。嬉しいんだ。そういうのあるからライブの方がね、コメントしやすいみたいなね。そうだね、確かに確かに。自分こうやってるとさ、コメント面白いコメントくれたりすると嬉しいしさ、なんかそういう感じかと思って。面白いよね。なんか誰かのコメントしてみようかな。してみるか。なんか緊張すんな、なんか。でもそうなんだよ、やっぱコメント書くときちょっとなんかクリエイターマインドちょっとなんなきゃいけないというか、なんか考えなきゃいけないから、それがね、面倒くさいというか、ちょっとなんかこう、そうだね、オンになきゃいけないね。俺コメントしてるのそんなあれじゃないよ。なんかその見てるものが違うからかもしれないけど、なんかその、かっこいいとかそんなんだよ。あれクールとか感想みたいな、そうそう、超良かったですみたいな、そんな感じで日本にしたらみたいな、そんなのしか書かないからさ、全然その大喜利的なやつじゃないから俺のやつ、まあまあそうね。だけどね、そういうライトなコメントを個人的にはちょっとエネルギー使うんだよな。なんか気軽にできないんだよね。なんか俺もうびっくりマーク1個つけるかどうかとかそういう迷っちゃうから、なんかびっく
気弱くない方がコメントっぽいかなみたいなクリエイターはもう完全になんかコメントなんかタメ口の方がコメントっぽいのやなみたいなとか、まあ、敬語だとなんかみたいな、でもなんか敬語にしないとみたいなとか、そうかなっちゃって、なんか今はね、今はそれはあるかも。なるほどね。